どうも、渋谷ジャパンです。視聴者さんから、UFO キャッチャーについて、こんな企画を、いただきました。カメローさんですね。1000円でいろんな景品何個取れるかやってください。はい。ということで、やってみましょう。さあ、まずは100円の挑戦。こちらのね、アンパンマンの、景品を取っていきたいと思います。ちょっとね、取りやすそうなんだよね。さあ、狙おう。ちょっとね、このね、左の方にね、タグがついてるんだけど、そこに引っ掛けて取ろうかなと思って。さあ、どうだ、取れるか。おっと、かすりもしない。さあ、200円の挑戦。いきなりね、ミスっちゃったからね、痛いよね。ちょっとね、もうタグじゃなくて、普通に頭の部分を持って、景品取り出しくじに落とそう。さあ、どうだ、持ち上げられるか。いけ、どうだ。さあ、どうだ。よし、いいぞ、ゲット、ゲット、ゲット。1回目ゲット。さあ、300円目の挑戦。この調子でね、どんどん行きましょう。次はね、妖怪ウォッチの、ぬいぐるみですね。これはね、丸いからね、転がして落とせるんじゃないかなって思ってるんだよね。さあ、どうだどうだ、引っ掛けて転がせ。さあ、どうだ、よし、ゲットゲット。2個目ゲット。さあ、400円目の挑戦。次はね、このね、アナ雪の財布だね。これどっかで見たことあるでしょ。動画見てる人はわかるよね。さあ、どうだ、これも山盛りに積まれてるから、引っ掛けて落とせるんじゃないか。さあ、どうだ、いけ、よしよし、ゲットゲット。よし、ゲット。3個目。さあ、500円目の挑戦。この調子でね、どんどんゲットしていきましょう。次はね、このチョコバーをゲットしてあげたいと思います。段になってるからね、複数取りができると思うんだよね。さあ、どうだどうだ、おっとおっと、微妙、ちょっと後ろすぎたな、押す部分が。さあ、600円の挑戦。いやー、ボンミスしちゃったね。次はね、取りたいよね。手前の方にして、アームの爪で押し出すような感じ。惜しいぞ、いいぞ。これはもう取れる、この体勢。惜しい、3個ゲット。さあ、700円目の挑戦。次はね、このディズニーのセンスをゲットしたいと思います。さあ、どうだ。まずはアームがね、どれぐらい強いかだよね。さあ、どうだ、いけ。持ち上げて落とせ。さあ、どうだ、取れるか、いけ。どうだ、どうだ。よし、よし、いいぞ、いいぞ、持ち上げた、持ち上げた。よし、そのまま、そのまま、おっと、落ちた、落ちた。さあ、800円目の挑戦。さあ、どうだ。ここら辺で取っときたよね、このセンスも。さあ、どうだ、いけるか、いけるか。よし、引っ掛けて、そのまま転がしながら落とせ。さあ、どうだ、どうだ、いけるか。おっと、1回転しただけかい。さあ、900円目の挑戦。もうね、1000円まであとちょっとだけどね、このセンスは取っときた。このセンスは取っときた。さあ、どうだ、取れるか。さあ、もうちょっとまで、ゴールまでもうちょっとだ。どうだ、取れるか。おっと、半回転だけかい。さあ、ラスト1000円目。結局ね、このセンス結構使っちゃったね。最後ね、このセンス取って終わりたい。さあ、どうだ、取れるか。さあ、持ち上げろ、アームよ、持ち上げろ。どうだどうだ、取れるか。さあ、おっと、微妙に転がっただけ。はい、ということで、泣きの1回。もうこれはね、取らずに終われないよ。さあ、どうだ、もう取って帰ろう、これ取って帰ろうよ。さあ、どうだどうだ、意外にセンスむずいけど、どうだ。さあ、どうだ、よし、ゲット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 。このね、景品一つ一つについては、オルタナセカンドチャンネルの方で、ちょっと簡単に解説していこうかなと思ってますんで、ぜひご覧ください。はい。で、こんな感じで、いろんな企画、どんどん、コメント欄に書いてくれれば、挑戦したいと思います。あとね、撮ってほしい景品とかも、コメントください。はい。チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。これね、センス超でかいですよ。最後に撮った。貴族感がすごい。うん、貴族感がすごい。